今回はその時間がテーマっていうところで、それぞれなんかこう違う時間の中でこんな選択をしたらこういう道に行くみたいな、なんかちょっと不思議なこう2つの自分が中心で進んでいくんですけど、実はここあんまり混じらないっていう、それこそ時間がテーマだからこそなんか違う時間を一日過ごしてて、今日なんかやっと喋ったって感じです今。そさっきやっと喋っうたよそうね。そう なかなか一緒のシーンが少ないで少すないね、んで今回。今やっとこう懐かしめてる感じっていう、はい、灼熱の中こうすごい涼しそうにされてたんですけど、僕はめちゃくちゃ汗かいてて、本当ですか？涼しそうでした。私は今日はずっとここの後ろに映ってる素敵なセットの中で撮影していたので、ずっと楽しかったですね。なんかその時間にまつわる、なんでしょう、時計とかプレイヤーとか音楽プレイヤーとかをこう修理するみたいなシーンがあったので、なんかこういうレトロなものがあるんだなと思いながら素で楽しんでました。一番好きなコーディネートは、今回僕が着てるのは結構全体的にオーバーめなサイズで、それこそこう秋とかそういう時期になってくるとちょっとこう服装もゆったりしたくなってくるのにぴったりなファッションがいっぱいあって、なんか色味とかも含めて今着てるような服、このスタイリングは好きですね。なんかこう着てて気持ちいい色だなっていう、秋らしさもあるし、なんかそれでいてこうサイズ感で遊んでる感じもあるし、はい、なんか好きですね。今気づいたんですけど、私たちワントーンですね。おお、まさかまさかのつながってましたね、ファッションで。ファッションで。いや、どのコーディネートも秋らしくてすごく素敵だったんですけど、こうファーみたいな、もこもこ素材は、ね、秋とか冬にしか着られないので素敵だなと思いながら着てました。僕は結構いろいろやってきたんですけど、教師はまだやれてないっていう。教師はちょっと夢ですね。なんか子役の時から結構その学園ものっていうのが思い出深くて、歴代本当にいろんなこう恩師と呼べる役者の先輩になってきて、なんか自分もいつかこう先生役になった時に子供たちになんかそういう思い出でありたいなみたいなのはあります。言葉を残してあげれたらいいなとはすごい思いますし、なんかそれは役者としてもそうだし、なんかこう人としての言葉も、なんかもし教師役をやれるのであれば、なんかそういうこう道徳の授業をやりたいです花屋さんですかね。ね。やったことあります？花屋さん。花屋さんはないか。なんか花屋あんさん、まりないなと思って、花屋あさんんまりな役。い。でも確かにそう、あんま最り近ない。見ないなと見思ないでっすて。ね。はい。花が好きなので花屋さんやってみたいです。それはもう花屋やりましょうよ。それも僕が一緒にやってくださ一るん緒でにすもちか？ろんやりますよ。オーナーみたいな感じで。雇わ若れ。オーナー、雇われ店長みたいな。花好きの。じゃあよろしくお願いします。見ないでください、そんな。チラ見してしまいました。 太い方でかけました。かけました、かけました。細い方で書いたらなんかか弱い字になかっ弱てい、しまった。すっごいか弱い字になっちゃった。強くなさそう。私から言ってもいいですか？ハ すいません。ハードルがさ、食欲の秋。食欲の食秋。欲の秋ですちょっよとね。いっぱいね、お芋とかああ、お魚とか、焼き芋屋さんが走る時期ですよはい、ね。食べたいなと思いました。じゃあ、どうぞ。僕はね、走る秋それはどういうことですか？ていう 僕は学生の時のマラソン大会みたいのが、大体近くのイチョウ並木を走るんですよね。
5キロぐらい、でなんかその時バスケ部だったんで、なんかもう10位以内じゃないと罰走っつって校庭をまた走らされるんですよ。っていうなんか思い出が秋はあり、走ろうかなって。さらに。あの頃良かったなって。やっぱ大人になると体育の時間もないので、運動しないといつまでたっても体がボキボキ言ってるんで、ちょっと今年の秋は運動しようかなって。動画を見ていただいた視聴者の皆様、改めまして北村匠海です。清原香奈です。音楽の再生速度と日常を過ごしていく速度がリンクしたユニークな動画になっていると思います。私と北村さん演じる2人が予期せぬ出会いを果たす瞬間に注目してお楽しみください。